お？そうだな。最強なんだよ。お前らがいくら束になったって、この俺には傷一つつけられないぜ。そな、アンズ、よし、して最強気取りとか調子に乗っちゃって、今のままだとちょっと手が出せないね。一旦引いて考え直そう。ああもう、できるではないか。おい囚人、
その通りです。よし。では。終わりか？なんだ。時間です、囚人。あら。やっつけちまおってますね。こことかこことかいいんじゃないでしょうか。お、またね。Masquerade
よし。でも。やばくない？やるじゃん、カイト。やっぱりわかんねえな。どうするんだ。行くぞ、囚人。行きますよ、囚人。
戻りますよ。この暑さ、いつまで続くんだろう。参っちゃうね。今話題のランキング、もしかして君も興味あったりする？そうだよね。みんな注目してるもんね。ランキングに僕の名前が載ったの知ってる？ここ最近のバッシングの影響みたいでね。いつの間にか僕も立派な悪者になったらしい。でもね、もしも僕自身が標的になれば彼らの手口が解明できるんじゃないかと思ってさ。そう考えるとすごく興味が湧いてね。もちろん無事でいられる保証もないけど。って遅刻しちゃうね。じゃあまた。すごい話題になってるね。始めるね。
れだ。正解。実は何かよ。
よし。いや、どう？怪盗団のことどうなってる？これ予告状？なんか書いてある。いつも応援ありがとう。困っている人は助けてあげて。怪盗団との約束だ。信也君との秘密のサイン、ゲームの公式ページに一瞬残しておく。本物じゃないよね。こういうの今売ってたりするし。ガンナバウトの公式ページ？あ、怪盗団マーク。ハッキングしてる。これメジエドの時と似てる。ってことは本物と連絡取れたんだ。すごいや。どうやってやったの？なんかかっこいい。正体は不明なんだ。でもまさか僕にメッセージをくれるなんて。期待してなかったけど、すごいね。本当は怪盗団と話したりしたかったけどね。取引の条件はクリアだから、射撃教えないとね。足を止めた後すかさず急所。これでズルオにもダメージが与えられるようになる。始まるよ。ちゃんと当てて。違う、それじゃ止めてるだけ。もうそうじゃないって。やる気あんのか？2発目集中しろよ。今日のキング、ものすっげえ柄悪いっすね。人と組むとあれが出るんだよ。だからみんな遠巻きにするのさ。なんとか使えるようになったんじゃない？多分あのズルオにも勝てるよ。癖なんだ、イライラ溜まると汚い言い方になっちゃうの。ごめん。でも普通の人よりずっと素質あるよ。あのさ、よかったら他の技も教えてあげる。とっておきのすっごい技あるんだ。だから怪盗団のこともっと話してよ。報告によれば、君の銃の腕前、かなりのものらしいじゃない。独学で鍛えたのか、それとも近くに有能な指導者がいたのか。どこで銃なんて覚えたの？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我当のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、
珍しく早いや。僕、うちに帰るね。また今度。バイバイ。